はいどうも、七式ガンプラ部です。前回の動画の中で、動画のネタ、どうしても足りない時のために簡単な質問入れていただければ動画の空いたスペースでお答えしますよっていうことで、いくつか質問の方をいただきました。いただいたんですけども、その中の質問が一つ、ちょっとね、制作動画の合間に入れ込むには、ちょっと説明に時間がかかりそうだなっていうものがありましたので、ここでね、せっかくなんで、皆さんにももしかしたら関係のある話かもしれないので、ここで簡単な Q&A やらせていただこうと思います。さあ、今回の Q&A の内容、塗装に関することなんですけども、まず前提条件として、私はその質問者さんの置かれている状況を全て把握できているわけではありませんということを念頭に置いていただきたい。推測からどうしても答えを探さないといけないっていうことになるんですよね。情報量が全部ではない。目の前でやって、こういう風にやってるんですけど、こういう失敗になるんですっていう話であれば、その場で、あ、これはここがあんまり良くないからこうした方がいいよみたいなアドバイスできるんですけども、今回はあくまでも質問者さんからいただいたコメント、このコメントの中身に対しての返事になるので、かなりの部分を推測に頼ることになります。またですね、その私の出した答えが正解かどうかも分かりません。前提条件がこう曖昧なのでね、分かりません。ただ、何かしらのアドバイスにはなるかもしれませんので、そのつもりで聞いていただければなと、そういうふうに思います。はい、それではね、まずね、いただいた質問の方読んでいこうと思います。よろしければ教えてください。塗装剥げを起きにくくする方法はありますか？洗浄、足付け、プライマー入りサーフェイサー、ブラシ塗装と普通に行っているつもりですが、ちょっとパーツが擦れただけでもすぐに剥げてしまいますと。とてもポージングさせたりできなかったりするのですが、まあ、雑談時に話題にしていただけると幸いですということで、こんな質問をいただきました。ちょっとね、今回瓦礫の動画に関しての、質問だったので、瓦礫の話なのかプラモの話なのかどっちか分かんなかったんで、どっちですかとお聞きしたところ、まあ両方やりますけど、今回はプラモのお話ですということで、プラに対しての私なりのこの方法、これ今やられている状態、これだけの情報をもとに推測したいくつかの答えを出していこうと思います。まずですね、私の出している初心者向けの動画を出しているんですけども、エントリーグレードのニューガンダムを作ってるやつね。これをまず全コピしていただければまず解決します。全コピです。私がやっているやり方、塗料の希釈、それから吹き付けの圧力、洗浄の仕方とかね、これを 100% 同じことをやれば必ず 100% 同じ結果につながりますので、まずはこれが一つ。ただこれじゃあね、答えになってないので、塗装剥げを起きにくくする方法はありますかということで、こちらの質問者さんは、私がこの質問を見る限りでは、やらなければいけないことはきっちりとやられていると、そういうふうに感じました。でも、剥げてしまうと。で、一つ、まず、もうこっちの勘違いだったらね、許してください。まず、この書かれているまんま読むと、洗浄、足付け、サフっていう順番で書かれてるんですね。もし、この順番でやられているとしたら、サフの前に洗浄を挟んでください。まず、これが1点。これはもしかしたら単純に書いた順番が違うだけで、実際はサーフの前に洗ってますよっていうことになるかもしれないので、まあ、どっちかわかんないですけど、もし先に洗ってから足付け、足付けってね、ヤスリがけです。表面のヤスリがけね。やられてるとしたら、要は塗装の直前に洗浄を入れる。一番最初の塗装はサーフェイサーなので、サーフェイサーの手前に洗浄を入れるようにまずはしてみてください。で、次、もう1点。プライマー入りのサフっていう風に書かれているんですけども、全然悪くないんですよ。悪くないんですけど、基本的にプラスチックへの塗装に対してプライマー入りのサーフェイサーは必要ないので、これは通常のサーフェイサーに変えてみてください。どっちがいい結果に出るかわかんないんですけど、私今までの塗装でプライマー入りのサーフェイサーを使って、プラスチックに対して使って、普通のサーフェイサーよりも食いつきが良かったりだっていうことは一度もありませんので、通常のサーフェイサー、ラッカーサーフェイサーを使ってください。これに関しては、プラスチックとこのラッカー塗料のこの何て言ったらいいんでしょう、反応みたいなところにも関わってくるんですけども、プライマーっていうのはプライマーっていうものそのもの自体が粘つくようなもの、吸着力があるようなもので、塗装対象の表面にくっついて、さらに表面さらに粘つきますんで、上からかけた塗装にもくっつくと。要は表面とパーツ表面と塗膜の合間に挟むことで両方の接着力を増すっていうのがプライマーっていうものです。まあ、メタルパーツを塗装する時だとか、今回のようにガレージキットを塗装する時っていうのはこれが必須になってくるんですけども、じゃあプラスチックの場合はどうかっていうと、プラスチックに関してはプラスチック用のラッカー、もっと言うとシンナーです。薄め液、プラスチック用の薄め液っていうのはまずプラスチックの表面を溶かす作用があります。溶かした後に乾燥して固まることで塗料と対象物をくっつけるんですよね。こういう作用がありますんで、もしかするとですね、万が一のことを考えると、プライマーがこの溶かす作用を邪魔していて、うまくプラスチックの表面を溶かせていないんじゃないかなということが懸念されるので、これは一度試しに通常のサーフェイサーに変えてみてください。これが2つ目。はい、それじゃあ3つ目ですね。3つ目、これもまあ推測、大いに推測によるところなんですけども、お使いの薄め液、芯なんですね。これが速乾すぎる、早く乾きすぎるものをもし使われているとしたら、リターダー入りのゆっくり乾く薄め液に変えてください。と同時に吹き付けの距離ですね、エアブラシと塗装対象の距離なんですけど、これを離し気味に吹いている場合、少し寄せてください。この2つに関してはお伝えしたい内容は同じなんですよ。要は塗料が対象にたどり着く前に乾いているんじゃないかという推測です。今回塗装が剥げてしまうということで、表面のカラーじゃなくて大事なのはサーフェイサーの部分です。一番最初に塗るものですに関して離れた位置から吹きすぎると、当然この間を通るときにシンナーっていうのは抜けてしまいますんで、ある程度寄せて吹く。私の動画を見ていただくと、サーフェイサーを吹いている動画って表面が光が反射して濡れたように見えてると思うんですよ。要はあれは乾いていないシンナーがちゃんと塗装物の表面に乗っている状態。そうするとこのシンナーは浸透しながら溶かしながら乾いていくので、サーフェイサーがぐっと吸着するということになりますので、要はここに届く前にシンナー分が抜けきってしまうと、うまくくっつかない可能性が考えられる。同時にラピッドシンナー系の速乾のシンナーも同じで、これも吹き方の癖にもよるんですよ。めっちゃ近くで吹く人はラピッドシンナーでも全然問題ないんですけど、ちょっと離し気味で吹く方の場合はラピッドシンナーは当然シンナー抜けるのが早いので、仮にここまでシンナーが届いていたとしても、プラを溶かしきる前に乾いてしまって塗膜の吸着力が弱くなってしまっているのではないかという推測です。これが3つ目。まあここまでで大抵はねクリアできそうな気がするんですけども、これでもまだ解決しない場合、考えにくい、めっちゃ考えにくいんですけど、パーツを洗浄してサーフェイサーを吹く前にクリップに留めるじゃないですか。この時に手の油なり何かしら削りカスだったり、そういうものが乗っていないか、パーツの上にね。実際のところ私結構汗かく方なんですよ。手ね、汗かく方なんですけど、触っても塗料を弾いたりしなければまあ問題ないんですけども、万が一と備えてね、もしかしたらこれが原因かもしれないということで、そういう場合はきっちりと手をね、石鹸やアルコールで、油を落としてからパーツを触るようにするか、もしくは綺麗なね手袋、ビニールの手袋なんかをしてパーツをクリップにつけるようにするかすると、これも解決するかもしれません。これが4つ目で、あとはまあちょっとこれはあんまり効き目としてはどうかなと思うんですけども、足付けの番手です。番手細かすぎやしないかということですね。私の足付けの番手は800もしくは1000です。で、コンタクト層をやるときだけ、1500を使うときがありますけども、これも、さっと撫でるだけなんで、ほぼほぼ表面の番手は旋盤で荒らした状態だと思います。で、旋盤で荒らした状態で、クレオスの旋盤のサーフェイサーを使うと、ちょうど傷が埋まるんですよね。綺麗に完全になくなるわけじゃないですけど、大体粒子の大きさと大体ペーパーの番手が噛み合っていれば、ペーパーでつけたヤスリ跡は埋まるんです。これが埋まるっていうのが大事で、要は足付けっていうのはパーツ表面に傷をつけて表面積を増やして少しでも塗料が食いつきやすい状態を作るんですね。ということは、この溝の中に塗料の粒子がうまく入ってくれないと足付けの意味がないんですよ。なので旋盤のペーパーをかけているなら旋盤のサーフェイサーを使うね。で、旋盤より細かい番手でもし足付けをやっていて、でプライマー入りのサーフェイサーっていうのは番手の選択肢がないことが多いので、プライマー入りのサーフェイサーが仮に旋盤よりも粗い粒子だった場合に1500番とかで足付けをしているとうまく食いつかない可能性が、これもね、万が一とかいうレベルじゃないですよね。100万が1ぐらいの可能性であります。まずないと思いますけど、だからこれはもう本当にね、いろいろ試して最後の最後にもしかしたらこれかなっていう程度に思っていただければいいかなと思います。はい、で、あとはもうね、これでほぼほぼ解決だと思うんですけど、あとは最初にも言いました、サフの種類ですよね。サーフェイサーの種類です。お使いのサーフェイサーがどちらのものか分かりません。プライマリーのサーフェイサーということですけども、さっき言ったのは普通のサーフェイサーに変えてくださいということです。ただ、もしかしたらこれまでの経験で普通のサーフェイサーがダメだったっていう可能性もあるんですよね。その場合にですね、サーフェイサーって各メーカーごとに結構ね、その剥がれにくさって差があるんですよ。で、私はクレオスの通常のグレーの旋盤のサーフェイサー、これをメインで使ってるんですけども、これは何でかっていうと安定感が高いからですよね。で、もっと食いつくものでいくと、私も愛用していますメカサフです。メカサフ、これはメカサフそのものの食いつきがいいんじゃなくて、専用で使うシンナーのプロユースシンナー、こちらがプラスチックを溶かす能力が非常に高いんですよね。なので表面をより溶かしてより食いつかせてやろうっていう考えがあるシンナーなんですけども、もし普通のシンナーで、ごめんなさい、普通のサーフェイサーでまだ剥がれるんであれば、メカサフに切り替えてシンナーもプロユースシンナーに切り替えていただくのもいいかもしれません。ただし、先ほどの話とちょっと相反するところですが、プロユースシンナーは通常のリターダー入りの薄め液よりもやや乾燥早いです。ラピッドシンナーと、リターダー入りのシンナーの間ぐらいの乾燥速度なので、メカサフを使う場合はやはりやや近づけてやや厚めに塗ると、失敗は減るかなと、そういったところです。はい、というわけでいろいろお話ししました。これだけの量を、お話ししようと思うと、やはりね、動画1本分必要だと思いますので、別撮りにさせていただきました。小さな Q&A であれば今後も、動画の方に挟んでいきますし、これはね、説明しがいがあって非常にね、私としてはありがたい質問だったので、取り上げさせていただきましたが、今後もこういった質問があればQ&A ということでやらせていただこうと思いますので、他の質問がある方もね、どんどんコメント欄に書いていただければありがたいなと、そんなふうに思います。で、最後にもう一度、これでいろいろ私言いましたけど、いろいろやったけど解決しないよっていう場合は、私が初心者向けに出している動画を丸々コピーしてください。全部塗らなくていいです。パーツ1個でいいんでね、1個やれば分かりますんで、それで全部コピーしたけどできなかったよっていうことになったら、もう一度連絡いただければ何かしら、考えますし、もしあれだったらね、塗ってる順番、写真でも動画でも、できたら動画がいいですけど、動画でも、送りたいですと言っていただければ、私のフリーのアドレスをお教えしますので、そちらから送っていただければなと。できるだけね、やっぱりこうやって質問をもらったからには解決まで導いてあげたい気持ちが強いので、特に塗装に関してはね、協力しますので、是非よろしく。結果がどうなったかも教えていただけると非常にありがたく思います。そんなわけで今回はここまで、特例ではありましたけど、今後できればレギュラー化したいので、どんどん質問お待ちしております。質問コメント欄によろしくお願いいたします。そんなわけで、お届けしたのは七式ガンプラブでした。